ジョゼフ・マークリックカードはアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。現在はフリーエージェント。2012年の MLB ドラフト9巡目でタンパベイレーズから指名されプロ入り。契約後、参加の A-9 ハドソンバレーレネゲーズでプロデビュー。47試合に出場して打率。279日本塁が。 14打点、11盗塁を記録した。2013年は A 級ボーリンググリーンホットロッツでプレイし、127試合に出場して打率。278本塁打、63打点、30盗塁を記録した。オフにはオーストラリアンベースボールリーグのブリスベン・バンディッツでプレイ。2014年は A 級モンゴメリー・ビスケッツでプレイし、 68試合に出場して打率、243、1本塁打、17打点、9盗塁を記録した。2015年は A 級、シャーロット・ストーン・クラブズ、AA 級、モンゴメリー、トリプル A 級ダーラムブルズでプレーし、3球団合計で117試合に出場して打率、321、2本打五55打点、23盗塁を記録した。また、 AA 級モンゴメリーでプレーしていた7月8日の試合ではサザンリーグ史上初となる1試合6死球を達成しており、この時は一度もバットを振ることなく6打席で計31球を投げさせている。2015年12月10日にルール5ドラフトによってボルチモアオリオールズへ移籍した。2016年は開幕25人枠入りした。 4月4日のミネソタツインズとの開幕戦で9番、左翼手で先発出場してメジャーデビューを果たしアービン・サンタナから初安打を放った。4月7日の同カードではメジャー初本塁打を放った。この年は外野の3ポジションを守り分けつつ85試合に出場。打撃面では打率268、5本塁打、19打点、4盗塁を記録した。 2017年は打率241出塁率276超打率3454本塁打19打点を残した。マイナーでは16試合に出場して打率211出塁率338超打率281だった。2019年6月17日にディフェとなった。 2019年6月21日にウェーバー工事を経てサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2020年1月5日にマイナー契約で再契約を行いスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。8月26日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月29日に マイナー契約となった後、11月2日に FA となった。ありがとうございます。